ルカチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーです。キュートです。こんな夜にまた出かけてますよ。なんすか、寒いんです。寒いっすね。今年もやってきました、南阿蘇村のイルミネーションです。スターライトイルミネーション。ほうキリトさんが記憶に残っていればなんですけど、実は何回かここやってきてます。はい、やってきてましたね。覚えてますか？覚えてます。1回目来た時に光ってたんですよ。そう、綺麗にね。田んぼの中に水を溜めて、そこにイルミネーション立ててるんで、水にイルミネーションが当たって逆さ富士みたいな感じになりますよっていうので1回目来たと思うんですけど、とりあえず今綺麗に光ってるんでカメラ回してください。どうぞ。いいか。はい、こんな感じですかね。光ってますね、綺麗に。寒いよ寒いよ寒いよ。近づいてもうちょっと綺麗に見たいと思いますんで、はい、足元気をつけてから見てください。本気で真っ暗なんですよ。街灯っていう街灯がないんで、ライトの明かりだけで。エルちゃん、我々が来てからですよ、はい、撮影しようかなってしてる間にも何人か来られましたね。来たね、家族連れが。本当だよね。いや、あそこまで行くの遠かったイメージがあるんですよね。あれ、え、貼ってある？遠くから見たら貼ってるように見えたんだけど、え、また前回と。いやいや、そんなことないでしょう。いや、それフラグだから。さあ、近づいてきましたよ。高さ釣り、高さ釣り。あれ、うん、あれ、うん、高さ、え、高さ、坂さん、え、坂さん、危ない、足元危ない、足元危ない。坂さん、これは坂さん、なんで水がない。水がない。もうちょっともう一回見て。多分このツリーの下に水が張ってあるはずなんですよ、本来はね。本来は。ほうほう、水がない。ああ、なるほど。水がないので、うん、ただのイルミネーション。これは失敗？これは失敗。エルちゃん。うん、いや、あれ、リベンジならないのかな。あ、あるんじゃないですか。溜まってあって、逆さで映っておりますかね。逆さに映ってますよ。これが見たかったんですよ。よかったよかった、エルちゃん。よかったっすね。よかった、貼ってあった。キリトのあれあれっていうのが本当怖いんで。よかったっすね。これが 何年越しのってことですか。コロナ前じゃなかったかな。コロナ前だったですかね、来たの。その時が水が張ってなくて、でも光ってはいるから、うん、うん、って言いよったのかな。そうそうそう。で、その後にもう一回来たんだよね。そうです。もう一回はね、あんまり俺覚えてないんだけど、これね、コロナ禍の中で、うん、緊急事態が明けた時くらいですかね、にやってきたんですけど、はい、なんとライト自体ついてなかったと。あ、ついてなかったんだ。真っ暗、あんまり覚えてないんだよね。あら、寂しいね。いや、連れ回すだけ連れ回してるのにね。寒い中ね。ね。でも今回3回目ってことで。3回目の正直ですかね。よかった。エルちゃん。まあ、詳しくはこの後にこう出しますんで、見に来てください。はい、ありがとうございます。はい。